ピリッポス5世は、アンティゴノス朝マケドニア王国の王である。父は、デメトリオス2世で、息子には、アンティゴノス朝最後の王ペルセウスがいる。ピリッポス5世は、第1次マケドニア戦争、第2次マケドニア戦争にて、西方からの侵攻勢力であった、共和制ローマと戦ったが敗北し、以降は、ローマとの同盟関係を重視また利用して、 マケドニアのギリシア近隣での影響力の強化に努めた。紀元前229年に不王が没すると、ピリッポスが未だ幼少であったためいとこのアンティゴノス3世、ドソンが王として政務を担った。紀元前221年、ピリッポスが17歳の時にアンティゴノスが没すると大いにつく。未だ年は海王であったが、 マケドニア北部からのダルダ二人の侵攻を食い止めるなど、統率力を見せた。紀元前220年から紀元前217年にかけて、ギリシアで内紛が生じると、ピリッポス5世の先導に応じる形で、ヘレネス同盟の軍がコリントに集結、同盟の主導権を握った。彼は、アイトリア、スパルタ、エリスに対して、軍事行動を起こす。 この一連の行動により彼はギリシアでの指導的な立場を確立し、ギリシア外でもその名が知られるようになった。ギリシアでの地位を確立したピリッポス五世はやがて、アドリア海湾岸部でのローマの影響力を阻害しようと画策する。まず彼はカイロよりイリュリアに侵攻し、初回はうまくいかなかったものの再度侵攻して、成功を収め、イリュリアを支配下にする。また、 第二次ポエニ戦争を利用して、紀元前215年には、ローマに進行中のカルタゴの武将ハンニバルと同盟を結び、ローマと対抗していく。しかしながら、紀元前211年に、ローマがアイトリア同盟と同盟関係となると、フィリッポス母性の影響力は次第に衰えていき、さらに、ローマの支援を受けたペルガモンのアッタロス一世の進行を受けるなど、 劣勢に立たされるようになった。劣勢になりつつあるものの、未だマケドニアは健在でピリッポス後世はにわかに、勢力を増してきた、アいヤ同盟の指導者フィロポイメンに近づいて、ローマの隙をついて、紀元前207年には、ペルガモンの勢力を、ギリシア本土から、一層、アイトリア地方の宗教的な中心地であるテルムムを、陥落させ、アイトリアの諸都市を屈服させ、 ローマの息のかかったギリシア諸都市とホエニケの和訳を結び、有利に選挙区を進めることに成功した。次世に乗るピリポスゴ世はこれを機に、セレウコス朝のアンティオコス3世と共同で、まだ若年のプトレマイオス朝のオープトレマイオスゴ世の支配下にあったエーゲ海地方に侵攻するも、マケドニアの攻勢を恐れるペルガモン、ロドスなど、他のギリシア諸都市は、紀元前201年に、 フィリッポス五世を海戦で破る。この同時期に西方のローマもカルタゴを下していた。第二次ポエニ戦争が終わり、カルタゴの脅威がなくなると、共和制ローマとの関係に圧力が生じる。紀元前200年にローマがマケドニアがギリシア諸都市の安全を脅かしていると干渉。ギリシアに軍団の派兵を決めると武力で対抗。しかし、 紀元前197年のキュノスケ・ファラインの戦いで、ローマの指揮官フラミニヌスに致命的な敗北をする。戦後、マケドニアとローマとの間で条約が結ばれるが、マケドニアは1000タレントの賠償金を支払わされ、息子デメトリオスは人質としてローマに送られた。その後は、ローマと親睦を深め、スパルタと対立し、スパルタをナビスがローマと戦った際には、 ローマ側を支援した。またピリッポス・5世は、ローマとセレーコス朝のアンティオコス3世との対立にも、ローマ側として支援している。この支援の見返りとして、紀元前190年にスキピオ・アフリカノスとスキピオ・アシアティクスがマケドニアを訪問した際に、残りの賠償金を免除され、デメトリオスも、ローマの人質から解放された。ピリッポス・5世は、その後、財政再建など、 マケドニア国内の再構築に着手する。しかし、これがローマの警戒心を促し、ペルガモンなどの近隣諸都市からの要請により、再びローマの内政干渉を受けてしまう。範囲を有料したピリッポス五世は、バルカン半島の影響力を軍事、外交によって拡張しようとするが、親ローマ派になっていた息子、デメトリオスによって阻害されてしまう。やがてローマより、 マケドニア王への即位を促された弟デメトリオスと、王位継承者である兄ペルセウスとの間で確執が起こり、ペルセウスにけしかけられたピリッポス五世は、デメトリオスを処刑した。この剣を深く悔やんだピリッポスは、健康を害するようになり、一年後アンフィポリスにて、没した。ありがとうございます。